ここの中で空間をしっかり守ってくれてると言いますか、なので液体状のものを入れていただいても加熱をしてこうやってひっくり返しても全然問題なく処理していただけるので、今の話は今日はひっくり返すことができるルクエといいますかスチームケースということでお考えいただければ結構です。要はちょっとお野菜を軽く蒸したいななんていう時にも実はここに入れていただいてチンしていただければ先ほどご紹介していたスチームケースと同じように蒸し器として使っていただくことも実はできますので、ぜひやってみてください。はい、で今日は、こちらを使いますだし巻き卵を作ってみたいと思います。作り方はこういう感じで卵を作ってね、でここからやっぱり卵の白身の部分を肥料で調理していただくというのが必要なので、ちょっとフォークとかで混ぜていただいたり、今全体が混ざるように混ぜていただければ結構です。でこの流し込む際にちょっと形似てますので、うっかり間違えてこちらに入れますと全部ダーッと出てしまいますので、あちらにルクエっていうふうに書いてあるこちら側を上にしていただいて、こっちがポケットだなーということで見ていただければ問題なく作っていただけますので、そうなんです、卵を卵から、はい、今一応卵にしました。まだまだですね、こんな感じです。なのでそれだけどうか皆さんに渡るかが